香港で6月に開かれた天安門事件の追悼集会をめぐり、違法な集会を呼びかけた罪などに問われた民主派26人の初公判が開かれました。6月4日に香港で開かれた天安門事件の追悼集会をめぐっては、中国に批判的な新聞の創業者レイ・チエイ氏らが違法な集会を呼びかけた罪などに、民主活動家のコウ・シホウ氏らが違法な集会に参加した罪などに問われています。15日民主派26人の初公判が開かれ、裁判直前にコウ氏らは会見を開き、犠牲者追悼は市民に与えられた合法的な権利だ、政治的弾圧に抗議するなどと訴えました。公判では起訴内容が説明され、次回期日が来月15日と決まりました。天安門事件の追悼集会は毎年6月4日に香港中心部の公園で行われてきましたが、今年は新型コロナウイルス対策を理由に初めて警察が許可を出しませんでした。